はい。皆さん、こんにちは。バナリルイシです。では、今回は、デートの決断法、パープキット PC 版、駆逐艦縛りプレイ、大日本帝国海軍での続きやっていきたいと思います。前回はハワイを攻略することができました。今回はね、その続きになります。次の目標はアメリカ本土、西海岸ということになるんですけども、ここがとにかくアメリカ軍の守りがむちゃくちゃ硬い、いいですね。艦隊の数で言ってもですね、7個艦隊入っていて、戦艦あり、空母あり、駆逐艦ありというところで、もう本当にオールスター勢揃いというような状況です。もちろん、航空機の戦力も充実しているというところですね。で、今回はここの攻略を進めていくんですが、我々の方も駆逐艦を集めていまして、ご覧のように我々としても7個艦隊用意しているので、これを随時投入してですね、アメリカ軍の艦隊戦力を削って、そして敵のね、基地を奪取するという作戦を行っていきたいと思います。では、艦隊送っていきましょう。まあ、序盤はですね、陸戦隊を送って、敵の基地を攻略するというよりかは、艦隊を送って敵の戦力を削ぐということにね、重点を置いた作戦を行っていきたいと思います。なので、今回は、揚陸艦はね、使わず、陸戦隊は動員せずに、艦隊戦だけで勝負を行っていきましょう。敵の艦隊をね、できるだけ沈めていきたいというふうに思います。まあ、早速敵の艦隊発見してますね。ここに敵が団子になってんだな。となると、この団子になってる敵の艦隊をまずは潰すように、挟み込むように動いていきましょう。ちょうど我々もね、いい位置にいるといえばいい位置にいるので、ちょっとこの位置をね、うまく使っていきましょう。もちろん、夜間にね、突入です。敵の戦艦、これを最初に沈めていきます。こっちに北から迫ってきているのは敵の空母ですかね。この陣形を見る限り、ここでどんだけ有利に敵の艦隊を、ね、多く沈められるかというのがキーになりそうですからね。空母もいますね、この艦隊に。護衛空母を発見してます。どこを狙っても当たるような、そういう敵の艦隊の密集度と言っていいと思うので、敵の艦隊の足が止まってる、まさに今この時、敵をね、多く沈めていきます。ちょっと艦隊の運用が難しいですね。ここまで、うまく挟み込んでいると逆にね、ちょっと艦隊同士がぶつからないようにね、気をつけていきましょう。艦隊運動がね、本当に難しくなってますね。ここは、向きを変えて、いきましょう。まあ、小回りの利く駆逐艦ならではの、このね、転進ということになるかなと思います。ここは存分にこのね、駆逐艦の小回りとスピードを活かして、いければいいかなというところですかね。第1艦隊も向きを変えていきます。さあ、敵の艦隊戦力だいぶ少なくなってきてますね。このまま敵のね、艦隊を撃滅せしめていきましょう。またここで敵の艦隊が団子になりつつある状況を作れているので、この沖合でね、敵の艦隊の前に出て足を止めて、一気にこの艦隊、今画面中央にね、スパンじゃないね、パンしてる 艦隊のね、撃滅を図っていきます。
敵艦隊には増援が来ているようですが、まずは目の前ので、艦隊これを倒していきましょう。敵は艦列を整え直したな。さ、これだけのね、魚雷を、おお、同時に浴びる敵艦隊はたまったものじゃないよな。敵艦隊増援も我々の向かってる方向にちょうどいてくれてるな。これはね、同時に攻撃を仕掛けていきましょう。さあ、夜が明けてきました。敵の空母、2空母がね、ちょっとまだ健在という状況なので、これをね、優先的に甲板を狙っていきましょう。もう魚雷をね、ほぼほぼみんな撃ち尽くしてしまってるっていう状況なんですけど、ここはね、敵の空母までは仕留めてから、艦隊をね、引き上げて、いければいいかなと思ってます。はい。敵の空母撃沈しましたので、これで一度撤退していきます。では、戦果を確認していきましょう。アメリカ軍の方は第2、第7、第9艦隊を壊滅させています。味方のもね、損害最終的にはだいぶ広がってしまいました。では、ハワイにね、波状攻撃を仕掛けていきます。では、アメリカ西海岸ですけども、敵の艦隊勢力だいぶ削ったので、今回は揚陸艦もね、使って陸戦隊を送り込んで敵の基地の攻撃にも成果をね、出していきたいと思います。ただ揚陸艦の数がね、現状ちょっと足りていない部分はあるので、今回は2つの敵の基地飛行場の破壊、これをね、ちょっと行っていこうと思います。では今回もね、3個艦隊、揚陸艦の数は全部で合計、8隻投入していくという戦いになります。日没とともに出撃です。揚陸艦をね、持っている艦隊は敵の飛行場近くまで、いつものように護衛をしながら近づいていきたいと思います。さあ、敵はここも空母がいそうかな。揚陸艦のいない艦隊はね、敵の艦隊殲滅、これにね、ちょっと専念してもらって、揚陸艦のいる艦隊は敵の飛行場近くまで揚陸艦で確実に送り届けるというので、しっかりやってもらいたいと思います。さあ、敵の空母次々と撃沈します。さすがに魚雷をこの距離で撃ち込めるとね、楽になりますね。揚陸艦はここまでノーダメージで、敵の方に迫ってます。第2艦隊がちょっと損害が大きくなってきてるかなっていう状況ですかね。ここは第3艦隊を急行させて、救援に向かいましょう。では陸戦隊を上げていきます。ここで2つの飛行場の破壊をね、ちょっと目的にしっかりと戦ってもらいたいなというところですかね。さあ、陸戦隊が出ています。陸戦隊を出した揚陸艦を撤収してもらいましょう。ちょっと夜が明けてきちゃってるのがね、タイミング的にはよろしくないかなと思うんですけど、まあ、あの最短距離で揚陸艦のね、最大戦速で入ってきたので、まあ、これが限界というところかなとは思います。いやー、昼間はやっぱり揚陸艦の部隊がしょぼいね。こうやって見てもね、しかもこれで揚陸艦がバッコバッコ沈められるっていうね、ちょっと良くない状況かな。はい、敵の艦隊ね、削っていますが、飛行場の方は中波がやっとというところで、おそらく全壊してきそうな予感がしますね。ここは揚陸艦の数をね、増やして波状攻撃を仕掛けていきたいと思います。では波状攻撃ですね。今回も揚陸艦、投入していきます。数を増やして14隻で揚陸艦攻撃、
行っていきます。まあ、駆逐艦の数がその分減るんですが、まあ、そこは臨機応変にうまく戦っていきましょう。夜のうちに敵の飛行場に突入するのが、まあ物理的に難しいというのが分かったので、揚陸艦は2日目の夜のためにちょっと取っておこうかなと思います。なので洋上で待機で、それまでにね、敵の艦隊戦力を削っておくということに専念していきましょう。ではまず敵の艦隊発見してますので、これを早速潰しておきます。で、今お話したように揚陸艦は洋上で待機、次の日の夜、2日目の夜ですね、ここで突入を行っていきたいと思います。さあ敵の艦隊、ちょうど相対する形になってますね。第一艦隊も急行させましょう。揚陸艦を突入させるには敵の艦隊を完全に沈黙させる必要がもちろんあるので、そこはねしっかり、対処をしていきたいと思います。第一艦隊と第二艦隊がね、敵と戦える位置までやってきてます。魚雷を積んだこれは潜水艦隊も結構数出てますね。一度潜水艦隊は無視して敵の目に見えている艦隊をね優先しましょう。敵の潜水艦隊はねほぼ壊滅させつつあります。ただ味方もね敵の潜水艦に相当数削られてしまったので、ここは急いでね、艦隊戦力合流させて、敵の戦力を削いでいきたいと思います。第2艦隊のね損害がちょっと激しくなっちゃってきちゃってるかなっていうね状況なので、第1艦隊をねうまく守りながら敵の艦隊を消し去っていきましょう。その敵の艦隊ほぼ壊滅させました。あとはこの戦艦で、撃沈したら洋上に一度退避して、揚陸艦を突入させるそのタイミングを伺いたいと思います。さあでは2時になりましたので、このタイミングで揚陸艦をね、徐々に陸地に近づけていきましょう。いや敵強いね。やっぱりハワイとかになってくるとなかなかね揚陸艦の陸戦隊で敵の飛行場で潰しきるというのが難しくなってきてますよね。これを見てもね、一瞬で壊滅してるからね。さあでは陸戦隊ね、一番上にある飛行場には全部出ました。これでちょっとね様子を見ていきましょう。では撤退しましょう。ここは次のチャンスを待ちます。いやー敵味方損害相当出ましたね。まあ、ただ最低限の目標としていた2つの飛行場の破壊、これはできましたので、残す1つの飛行場ね攻略、これを行っていきたいと思います。マダガスカルは逃げ切り作戦でいきます。では波状攻撃続けていきます。ここも揚陸艦と駆逐艦のコンビでいきましょう。今回でね、決めたいですよね。残りの飛行場は一つなので、この飛行場のね、破壊を行っていきます。敵の艦隊は一つ入ってくる可能性があります。なので、ちょっとその可能性はね、常に意識しながら艦隊を進めていきましょう。いないようであれば
まあそれはそれで御の字というところですね。敵の艦隊はいなそうですね。いないと分かれば、まあ、夜になるタイミングで、艦隊を、ね、揚陸艦をね、送っていきましょう。では敵の最後の飛行場に向けて陸戦隊を送り込んでいきます。はい、最後の飛行場これでね、取れそうですね。ようやく本土に攻撃を仕掛けることができたという状況になります。では次回はですね、東海岸を目指してですね、進軍を続けていきたいというふうに思います。